ベッキー34が28日、都内で BS ジャパン主演ドラマ、九の一人法。情報たるび、来月3日スタート、火曜午後8時、の会見に出席した。作家山田風太郎氏の小説、忍法相当の和紙、の実写ドラマ化で、必殺忍法、ホタルビ、を、持つおホタル、おけい、が仲間の女忍者と、姉を連れ去った敵を追い詰めていく物語。バラエティ豊かな忍術も見どころの一つとなる。時代劇初主演で、ハーフの私が主演。新感覚で楽しいドラマになっています。時代劇を見たことのない人にも、最初の時代劇として見ていただけたら、収録を通じて発見した新しい自分について、着替えが早いこと、と答え、衣装室に向かいながら脱いでいました。さらに、制作の、松竹の方には、里見浩太郎さんの次に早い、と言われました。共演の高橋光臣、36、も装着替えに挑戦したというが、着替えながら、衣装室。帰ったけど、ベッキーは、もう着替え終わってました、と不思議そうに話した。お気に入りのシーンは最終回のクライマックス。お芝居ではなく、おホタルになりきれました。人生で一番魂を込められたと思います。共演の木下ほうか、54、から、当時の様子について、声をかけられない雰囲気で怖かった、と突っ込まれ、終わってから謝りました、と笑った。